おっす、オーラ永田。今日から取りだめではなく自粛後のプレイ動画を上げていくわけなんですが、その第1弾がクスイガンダムと、また安直にクスイを上げ始めたなこいつと思われるかもしれませんがね。いやー、2ヶ月ちょいのブランクって割とやばいっすね。ほんだらもう当てられんわ避けられんわのオンパレードで、自粛前にこの機体の動画撮りてえなーみたいなリストアップしてたやつ触ってはいたんですが、一向に勝てなくて、仕方ないのでリハビリも兼ねてクスイガンダムというわけでございます。幸いエクバ2で一番乗ってるだけあって、それっぽい動きができるのと同時に、最大の特徴である、いや最大の特徴は持ったかな、まあ、メインから連動するミサイルのおかげで、てか今回はね、自分の動きが多少がばい分ミサイルにすげえカバーしてもらった気がする。パワーを感じるね、圧を感じる。だから今回の動画はね、計らずともお前そんな当たり方してええんかみたいなミサイル特集になってますね。いや、クスイ動画だったら大体そういう動画になってるかな、うるせえ。というわけで何回目かわからんクスイ視点動画、お付き合いください。と、先ほどまでノーダメージだったのがレールガンで半回させられて、もう一度当たってビームちゃんと2回当たるんですね。まあ、あれも避けられないの少々浅みを感じますが、覚醒が溜まってますので、覚醒を吐いて、とりあえずストライクダウンを取って、あの後多分ファンネルミサイルがダウンを取ってくれるんですが、いろいろとよくわからなくなって覚醒技を打って覚醒落ちですね。ビームに止められはしたけど、一応当たるっちゃ当たるんですね。クスイの覚醒技って、あの手のぶっぱ照射ビーム系の中では弱いと思うんですよね、俺の中では。まあ、今まで打ってきた分そんなに信用できねえな、みたいな感じで。あれがね、仮にペーネロペーみたいな性能だったらこの世の終わりじゃ。さあ今の斬撃で相方も覚醒がたまるが、飛んでくるレールガン減るね。その4倍以上のパワーを持つフリーダムガンダム、一体どうなっちまうんだこのゲーム。しかし排入ガンダムの横得が避けられない、吹っ飛ばされて、いやしかしミノフスキークラフトを展開してるのでそこから逃げるのは容易だ。さらに覚醒も溜まってるので即使ってブーストもかなり使い果たしているであろう排入ガンダムにビームを当てて終了ですね。レールガン減るな、アナ恐ろしいや。あと今回ね、さっき言ったミサイルもそうなんだけど、ファンネルミサイルもすごい、いつも以上に仕事してもらった気がする。やっぱ変な当たり方するんですよね。話は変わるんですけど、まあ、結構前にマキオンのベータテスト、アルファテストかな、まあ、どっちでもいいや、それがあったじゃないですか、体験会が。その時に一応クスイも使ったんですけど、なんだろうな。まあ、まず、振り向きアメキャンがないことでね、かなりキャラパが下がってるということは置いといて、ファンネルミサイルとかね、やっぱ脚部のミサイルとか、全然当たんなくて、あと横角とかもしっかり、エクバ2のクスイって色々底上げされてるんですかね。まあ、そのアーケード時代、マキオンのクスイをがっつり使ったわけじゃないから、うん、家庭を出たら、まあ、そっちも使ってみてね、比べたりしてみたいですね。じゃあ対戦見ていきましょうか。敵のメガキャノンガードするがトーラスに固められてしまった懐かしい光景を見たが、ここは迷いのない振り向きメイン、そして付属のミサイルでトールギスのダウンを取ってから、後ろから M 覚醒で迫ってくるトールギス、逃げようとすると相方が追われてるのでそっちに行くのか、ちょっとだけ見つつビームを当てて、やっぱミサイル相当便利ですね。このゲームにおいてズンダをしなくていいっていう、何言ってるかちょっとよくわからないコンセプトの機体ですからね。さあ向こうがシールドビット貼られてるので、なんかミサイルで浮き上がったところ、ここはちゃんと単発火力の高い、確か90だったかな、後ろ角度を選択してトールギス落として、もう一度後ろ角度を振って、俺ね、クスイ乗ってる割には後ろ角度あんま振らないねって結構な人に言われるので、まあ、最近ね、まあ、リハビリを始めたということもあって、リハビリって言っちゃった。まあ、滑舌がばったところで、リハビリを始めたところで、まあ、新しいね、動きというか、後ろ角ももっと振っていこうかなって思いました。丸。さて、リスポーンして、ビームを3連ちゃんと当ててから、ケルディムに向かうが、ここは、まあ、シールドビットに向けて、ミサイル何かしら当たればいいかなと思ったんですが、今の当たり方は、想定外ですね。正直、好み一つで取れる気がしなかったので、助かったところ。そして、最後は相方のゲドラフが照射ビームで、トールギス3落として終了ですね。いつもはそんなに付属のミサイルを信用しない戦い方というか、まあ、最終的には自分の力で取るよねみたいな、そんな戦い方をしてるんですが、まあ、今回に至ってはね、いつも以上に付録に甘える立ち回りですね。3戦目のお相手はガンダムバサーゴチェストブレイクとフォビドゥンガンダムですね。とりあえずバサーゴは距離を詰めたいんですが、
なんでしょうね、バサーゴって割と横移動を狩る武装が多いじゃないですか。クスイって、まあ、そんなにね上下に動くのではなく、こちらも横にアメキャンしたり、まあ地上スレスレでブーストしたりとかやってるので、まあ、そこら辺を気をつけないとこうなるわけですね。まあ、だからバサーゴ相手はなるべく上下の移動を軸にしてやってるんですけど、まあ、かといってねメガソニック砲にも気をつけないと、まあ、全然上下移動も狩られてしまうので、まあ、そこら辺考えてやらなくちゃいけませんよね。とりあえずミノフスキークラフトで相手の懐潜って N 特で誘導切りしつつの N 後ろ派生で飛ばして相方に合流ですね。まあ、N 後ろ派生非常に便利ですね。多分どっかの動画ですでに言ってると思うけど、後ろ派生から特射のメガビームキャノンにキャンセルできるんで、横2段後ろ派生特射で210くらい確か持ってった気がするんだよな。まあそういうのも頭の片隅に置いておけばいいんじゃないでしょうか。相方がダウンを取ってくれたフォビドゥンに置き攻めかと思いきや、少しだけ相方のカバーですね。しかし S 角でダメージをもらってしまって、どうしましょうね。32500コストの組み合わせなので、もうちょっと慎重に行きたいような気がしますが、もう少しで覚醒が溜まりますね。これでどうしようかなといったところで、しかし相方を前に出してるあたり後落ちを選択ですね。まあこういうのも早めに選択した方が、まあ後々いい結果につながってくるので。そして相方の L 覚醒を受けて M 覚醒が溜まって、ちょっとだけバサーゴに圧かけてもいいかもしれませんね。あるかわからないんですけど、覚醒も吐かせられればいいかなといったところで、ここはミサイルと一緒にビームを当てて、そこから置き攻めに入るのか、置き攻めというか普通に攻めに入って、メッサーがすごくて最後は後ろ格闘ですね。メッサーもありがてえわ。ここ数日脚部ミサイルとファンネルミサイルとメッサー3人がかりで介護してもらってますね。正直悪くない。せっかくクスに乗ってるんだから、まあちょっと語るわけなんですが、先行のハサウェイ劇場版ね、やっぱこのコロナ騒動でやはり延期になってしまいましたね。正直めちゃくちゃ楽しみにしてた分悲しいんですけど、それに加えてキャストさんもガラッと変わったりだとか、そういう方面でも、まあ、自分がねネット見てる限りファンの間だとドヨドヨしてたのが記憶に新しいんですけど、まあこれについてはね、俺はまだ何も言わないかな。いや、まあ正直なところ佐々木さんの声でハサウェイというかマフティの演説を聞きたかったってのはね、あるよ、もちろん。だけども、まあ新しいマフティのキャストさんの小野賢章さんですね、まあその人もプロ中のプロですし、 PV でお声を聞いた限りだと特に拒絶反応もなかったし、正直そちらのマフティも聞いてみたいなっていうのもあります。まあ強いて言うのであれば、佐々木さんのマフティのお声って、そもそもセンハサがベルトオチカチルドレンの続きなわけだから、まずクエス殺しから始まって、そこから苦い経験苦しい経験を重ねていって、甘さというか幼さをもう限界まで削って、しっかりマフティのヘッドを務めてるっていうのが、まあ素人耳からでもね分かるぐらい非常に完成されてるお芝居でしたので、まあそれをスクリーンで聞けないのは惜しい、めちゃくちゃ惜しい、悲しいけども、全てはその劇場版のセンハサを見て決めようかなって、決めるっていうか、まあ一ファンとして、まあ、心の中でジャッジを下そうかなみたいな、そんなことを思っております。とりあえず早く公開してほしいですね。ペーネロペーもクスイガンダムも早くスクリーンのでっけえ画面で見てです。といつも通り長話をしたところで対戦の実況に戻っていくわけだ。しかし相方の5射からゼロのバスターライフルを受けて落とされてしまったが、相方の L 覚醒をもらって M 覚醒が溜まったと。 L 覚醒やっぱすげえな。そしてナラティブが最後の覚醒を使っているので、それに合わせてブースト使わせて弾をたくさん送って着地させないようにして、最後はビームでとどめを刺すと、まあ、クスイの強みの一つですよね。敵に着地をさせない弾幕を負けるみたいな、まあ、だから最後みたいな追い込みが強いわけでありまして、そんなわけで今回はリハビリクスイガンダムでした。いやー、重ね重ねになるんですけども、やっぱね自粛してたブランクというものが結構響いてまして、だから今後の動画は割と自分が使い慣れてる機体をポコポコと出していくんじゃないでしょうかねと思われます。でまあね、多少何でも自力を戻して、まあまたいろんな機体を触れるようになればなと思います。まあマキオンも発売しますからね、まあ一体これから動画活動がどうなっていくのか正直自分にも分かりませんが、まあなるようになるでしょう。またバーサスシリーズ以外のガンダムゲーとかもちょくちょく上げていきたいし、そうするといよいよ体一つと1日24時間じゃ足りなくなるんだよな。いやー、あとガンプラとかもな、やりてえし、
時間足りないっすね。よし、じゃあ今日はここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。